しいもんね。お魚でもいいし、唐揚げでもいいし、ね、キスが誰とのキスがいいんだよ。唐揚げはいいですよね。もう結構みたい。フロリダ最高だね。問題ないしだね。これでいいの？ね、うん。フロリダいいとこ一度は覚えてない。よいしょ。はい、タミさん始めるよ。っていうか始まりました。よ。はい、皆さんこんにちは。BJチャンネルボリューム127です。はい。ですね、ちょっと。これ誰と喧嘩した？喧嘩じゃない。この人が DV でヤコ、を殴ろうとしてヤコ、がスッて避けて、この人が壁にバーンバーンバーン。わけねえだろ。じゃなくてちょっとヨシキと一緒で扇風機つけて扇風機。うるさい音うるさいんだよ。うるさいの？どうエアコンつけてる。じゃあいいよ。んで俺も暑いんだけど。ヨシキと同じ症状で靭帯損傷プラス疲労骨折ですね。まあ、要は絵の描きすぎ。でもちょっとトラさんの締め切りが、7月の20日にも向こうがついてなきゃいけないんで、最終締め切りが18なので。あ、7月の 18？ うん。だからこれだと筆持てないから、うん、描くとき外しても痛み止め飲んで、うん、かけるように。エアコンが代わりにかけばいいんじゃね。誰？私が代わりにかけばいいんじゃね。ギブスは半分だけにしてこっち側。ああ、ほらだって今流行ってんじゃん、修復がなんか流行ってる。スペインだ、スペインだしな。腕上げましたねって言われて、うん、有名になれるかもしれないよ。あ、喧嘩じゃないですよ。あのもう一度言いますけど、絵の描きすぎで右手首靭帯損傷プラス疲労骨折。靭帯損傷、疲労骨折。うん、そうです。でも使える。まあ痛み止め飲んで。うん、痛み止めも効かなくなるでしょ。そしたらもう。え？ん？何こうマスを描きすぎたの？このマス。だってこう描くんじゃないの？マス目は描くよ。最初ね。うん、あ、こういうね、うん、だからあるじゃん、ほら、こういうでもお父さん、真面目かってない、もしかして今の。え、分かってない。分かってないわけじゃん。それで、まあちょっとまあだから去年から結局肖像画を4、松田優作、坂ちゃん、A ちゃん2枚で、うん、トラさん、うん、それプラス友人になってるでしょ、うんうんうん、ひたすらだから結局ずっとこうやってやってるわけだ、うんうん、もずっとこう手首こうやってやってこうやってやってるから、うんうん、結局バカになっちゃって、あ、それプラスもここのあれがもう疲労骨折、疲労出番だ、剥がれちゃった。コンドロイチンとかそういう世界。え、違うの？あ、竹内さんだったらコンドロイチンだよ。いや、もうおじいちゃんになっちゃった。いや、そうじゃない、違う、おじいちゃんそうじゃない、そうじゃない、うん、まあ要は休めれば復活するよっていうことなの。そうですね。でもまあ締め切りあるから、でも休めてらんないから、うん、痛み止めを飲みながら、うん、そう書かないといけないと。でも多分これはね、これを理由に多分一切の家事をやらなくなると思うの。当たり前じゃん。そうなの？当たり前じゃん。そうなんだ。やだ。まあなんていうのかな。まあ前からね、うん、結構痛かったんだけど、今日、うん、もう今日ね。ちょっと動かしたけど電流が走るみたいに痛くて、これあれ、あのめぐちゃんヨガ逆効果そんなこと言っちゃっていいよ。逆効果じゃないけど、だから指ヨガじゃ無理でしょ。めぐちゃんぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけ朝できたほんとによほど悪かったじゃない。そう、ちょっと色変わってた皮膚の。あ、結構かなりね色変わってね、でも相当痛かった。じゃあまためぐちゃん先生にご登場いただいてね、指輪が。でもなんか一回やったら根本治療できるみたいな感じだったけど、うん、根本はその瞬間っていうか、やってもらった時はああ軽くみたいな感じだけど、だやっぱりこうやってなきゃいけない、続けなきゃいけない、多分その継続なんじゃない、継続は力ないんだ。血流を良くするって言ったからやっぱり溜まっちゃうでしょ、うん、悪くなるからまた何でも溜まるじゃん、不平不満も溜まるしさ、お金も溜まるし、ね、人体と骨折は無理だよ、治らない。お金なんで
お金貯まる？貯まった？来た？来た。マジで？来た。満額？あ、来たらしい。俺はダメ。ダメだと思ってた。なんのうんともすんとも言わないからさ、うんうん、あのすいません、持続化給付金、給付金、給付金と、うん、東京都の協力金。あ、そうなん、申請してエラー、エラー続きで何回やってもエラーで、なんか不備があります、うん、不備がありますって言ったんだけど、うん、協力金も来たの？ね、来た。言ってねえじゃん、来たって言ったじゃん、聞いてなかっただけじゃん。聞いてないよ、こっちの方が痛かったね、俺の自慢や。そう、てっちゃんっていうか、それそうなのに、うん、来たのに、うん、あの全国民に配るっていう10万円ずつは振り込まれてなかった、うんうん、まだ企業の方が先に。ひどくないですか。あ、なんだって。まあでもよかったね、一応ね、収入ゼロだったからね、4月とかね。そうだよね、うん、じゃあそんな中、翔さんは痛みをこらえながら、一生懸命アトリエに通ってんすよ、しげ、はい、に。で、家事もしいの。家事はしてない。家事もしいの、洗濯洗い物。洗濯はしてないじゃん、嘘をつくんじゃない。ゴミ掃除なんでも指とか手首持たすのが痛いのね。痛い、今も痛いの、うん、でもタバコは吸える。どうやんとか出すの。一応だから筆は持てる風にはしてもらったんだけど、うんうん、どうしてもここ当たっちゃうから、うん、多分ね、こうなっちゃったら書けないけど、結局外さなきゃいけないの。要は視点と力点の関係で、そう常に力入ってるね、うん、あ、まあ、今しょうがない、これ職業病だから。チーを持っちゃダメよ。ん？チーを持っちゃダメよ。チーは20キロくらいあるの。チーは12キロ。12キロ。どうや、お前重すぎてダメ。チーを持ったら手首が悪化する。ついこう、なんでちょっとおかしい、暖房に切り替わってないの。エアコンの向きが、エアコンじゃない、扇風機の向きですよ。あ、こっち向いてんだ。そうだ、はい、そこにやったら風来ない。で、まあ、龍神様はですね、だからあの、トラさんの合間を縫って、うん、龍神様を描いているんで、これにして、首振りにして、首振りにして、でやるの。これ何をやってんだけど、それは止まっちゃった。トラさんの合間縫って龍神様は書いて、今日終わってからまたあの後で行きますので、うん、まああの世界堂さんの方もね、あの復活して、うん、今学区は普通に戻ったんで、うん、あの簡易薬じゃなくてね、普通の学装で出せます、はい、その分俺の負担が大きくなるから結局。そうなの。そうだって、あの龍神さんの学装っていうのは、うん、俺が自腹で出してるわけよ。ああ、そういうことね。そう。ああ、わかりました。値段も上がったじゃん。そうだよね。割引がなくなって。そうだよ。まあ、でも元に戻ったっていうところで、うん、はい。だから、まあ、はい、俺の儲けは少なくなるけど、龍神、うん、さんも、ね、あの手にしたお客さんも、うん、ちゃんと専門店学装した方が、うん、気分的にいいし、うん、うちのうち残るもんだしね、うん、まあでも ある意味ね、その簡易学の今回限定版だからね、ああプレミアかもしんないよ。 その2020年のコロナの時期のコロナ禍バージョン、コロナ禍バージョン、そうもうメタに出ないパターンだね、うん、それはある、うん、あ、ということで、はい、今日の BGM は終わりです。終わりじゃない、まだまだ。竹本さん、はいはい、竹本です。アピールを。竹ちゃん、私に言ったんじゃないの、大丈夫。竹ちゃん、もうこっち来るのめんどくさいんですよ、もう出不精だもんね、はい、もうこっち来るのめんどくさくなっちゃうんですよ。このテレワークという、テレワークというリモートという新たな、そう、手法、テクノロジーを手にしたもんだから、うん、確かに。これ、だってあれ、急に聞こえなくなっちゃったの。急に都合悪いと聞こえなくなっちゃう。ね、これさ、私、まあ、いいね、あの、ちょっと、はい、自分の好きなことちょっとね、はい、あの簡単に言わさせてもらいますと、しゃべってください。明日ね、はい、明日、あの、死亡準備じゃない、あの、ヒカルランドのイベントがございます。いや、そうだ、まだね、若干席がありますんで、もしよろしかったら、
皆さん参加していただきたいと思います。何時から？もありますね。何時から？13時から。え13時から。13時から13時間ね。まあごめん、行けないわ。13時はダメだ、行けないな。あ、ありがとうございます。もう本当に、ね、あの嬉しいです、よろしくお願いします。来週ね、来週ちょっとできないんじゃないかなと思って、あのだってこっち来る夜中の12時から朝の3時までなんですよ。おうおうおうおお。だから、なるほど。その時はあのメールの方に送ってくださいってことを一応正しく書きましたけど。あ、そうですか。ゲズムの参加も5000円。現場参加も5000円。ズームであれば、ズームであれば、ぜひ見ていただければと思います。頑張って起きてみます。よろしくお願いします。楽しいです。ということで、海外からもですね、フロリダからも参加の方もいますし、皆さんぜひね、集まってください。はい、ニューウェイポッド宇宙人のお祭りみたいなもんでね。それであのもう大きなパラダイムシフトの時代なんで、ちょっと発想変えてね、あの大きく、まあ、これからね、世界恐慌にもなるしね、あのコロナパンデミックにもなってるし、それからね、あのまあ、あんまりいいことないわけですよ、あの基本的にはね。だけども、あのこう大きな、ね、発想転換でね、あの UFO 宇宙人の問題で発想転換にしていきましょう。よろしくお願いします。で、ね、あともう一つね、はい、これあの第4の水の層っていう本がね、出てます。これワシントン大学のね、あのコラック博士の本なんですね。とってもいい本なんです。あのこれね、ナチュラルスピリットっていう会社から出てます。あのちょっとね、高めなんですけどね、でも内容はね、本当に充実してて、つまりあの今ね、最近はあの科学のね、新しい進展っていうのはあんまりないんですよ。あの例えばあのスティーブ・ジョブズにしてもですね、あのいわゆるあのなんだっけ、ウィンドウズのね、あのおじさんにしてもですね、結局科学を進化させてるわけじゃなくてね、あの科学を応用してるだけなんですよ。ところがね、あのこのワシントン大学のコラック博士のあの話はですね、あの水にあのいわゆる液体固体、液体よりもね、違う層があるんだよという大発見の紹介なんですね。ですからこれちょっとノーベル賞取れるような人なんで、ぜひぜひご覧ください。以上です。はい、先ほど報告終わり。はい、はい、はい、どうぞお戻りします。庄司さんお戻りします。はい、でね、今日ね、はい、オープニングでようと思ったんだけど言い忘れたんだけど、うん、今日ね、及川さん、猫及川さんからね、連絡が来てね。及川さんって誰ですか？及川さん、俺の知り合い。前回ぐらいに、あの下でやった時に、あ、ブッシュと一緒に、そう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 、及川さん、あの新宿 UFO の、そう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 、滑覆のいい、滑覆のいい、俺の親友、ワンレンボディコンの人、俺の親友なんだよ。ワンレンボディコン、及川純さんね。及川純さん、映画評論家、映画プロデューサー、あ、映画プロデューサー、その前に町田に出た左右ね、見た？どっち？今及川さんの話、じゃあ及川さんの話から先にします。及川さんから連絡が来て、庄司さん今日、うん、猫に恩返しをされたんですってわけよ。猫の恩返し、そうそう。でな、え、どういうことですかって聞いたら、うん、あのニャン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 って聞いた。そうだ、及川さんがね、あのまあ、あの家の壁をこうさ、なんか触った時に、うん、トゲが刺さっちゃったらしい。トゲが刺さって、うん、で小さすぎてね、うん、抜けなかったらしい。ねえ、悪い人、ほんでそのままほっといたら腫れちゃって、すごい痛いのが 2,3 日続いて、うん、結構痛い思いしてたらしいのね、うん、したら、うん、なんか バス停でね、うん、バス待ってたらしいの、うん、だ後ろに誰もいなかったらしいのね、うん、したら、なんかあのいきなりね、全身黒いワンピース着てね、黒のなんか帽子をかぶったね、うん、女の人が立ってね、いきなり、うん、トゲですかとか言うんだって、うん、えとかなって、うん、はいって言ったら、うん、ちょっと見せてくださいって言って、うん、見て、でなんかね、トゲから取り出して、うん、ペッ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 って抜いてくれたらしいの。へえ。で、及川さんは開けとられてて、うん、ありがとうございますって言って、うん、でそのままバス乗って行っちゃったんだって。及川さんなんかぼーっとしたままバスに見送っちゃって、あ、及川さんバス停でバス待ってて、乗れなかったの。後ろに来た女性に声かけられて、そうトゲですかって、いきなりトゲですかって言われて、でトゲ手見せてくださいって言われて、
トゲを抜いてもらって、え、ありがとうございます、治りました、痛くなくなりましたって抜けたんだ。言ったらそのままバスに乗ってちゃって。及川ちゃんは何のためにバスに並んでたんだろうね。ちょっと行き先が違ったの。あ、そういうことか。それと猫と何が関係。それで、したらね、よくよく考えてみたら、ここ何日かの間にね、家の近くに野良猫がいてね、真っ黒の野良猫なんだって。で、及川さんとか寄ってくるから、ね、毎日ね、俺の庄司さんもご飯あげてるじゃないですかって言うから、僕もね、猫可愛いって好きだから、毎日ご飯あげるようにしたんですよって。その猫がね、考えてみたら黒猫なんですよねっていうのは。で、トゲ刺さって痛い思いしててね、で、僕トゲ刺さってるなんてね、言ってないんですよ。いきなりバス停に女の人がいてね、トゲですからって普通聞かないでしょうねって言うから。普通いないよ、ね、トゲ刺さってても、こう痛いなと思ってても、わかんないよね。猫ニコニコしてるんだって。こうなってればね、わかるけどね。お世辞さんですか、直しましょうかって。で、トゲ抜きを持ってるってのも、そう思ってないじゃない。その人は多分、その女の人はきっと鼻毛がボーボーの人だから、常にタイプだったんじゃないの。だから、あ、毛抜きがあるみたいな、私に任せるね。毛抜き、トゲ抜き地蔵ってあるけど、ドンギツネみたいなさ、ね、吉岡里帆みたいな女の子が住み着いてるのかもしれない。あ、もしかして猫とは別に、ね、猫のその猫の化身がね。あ、化身がね、でもあり得るよね。猫の恩返しとかって実際あるからね。だから、まあ、そういう不思議な話があったっていうからね。じゃあ今日 BJ の時に、ね、そういう話しましょう。よろしくお願いしますって言ったら、いや、でもトゲ抜き地蔵とか行った方がいいかもね。矢田さん、こんにちは。菅野の久しぶりにおいでよ。てっさん言ってくれたよ、ヤコがに。あ、全部飲んじゃったとか何言ったら、自分が全部飲めって言った。札だって結構30枚ぐらい買ったはずなんだ。30枚じゃない、5枚しか入ってないよ。5枚入ってたやつを、いや、それを何3セットか4セット買ってる。で、私には1セットしかくれなかったの。あとの4セットは誰にあげたんですか。どっかにあるあ、それはなんか飲むとご利益なんか紙で、わらばんしみたいなの飲むんだって。人型なの、人型。要は、陰陽師でいう、はい、式紙みたいなの。身代わり。それは手術が成功するように買ってきてくれたのに、今みたいなことに言うんですよ。なるほどね。だから、また行くよ。だから、どっちにしろ。及川さん、でもすげえ体験したね。及川さんだから、あの人も不思議な体験してるのよ。UFO 見るしね。UFO は見るね。だけど、どうなんていうの、よく分かってないからって言って、大体俺に相談してくるわけ。はいはい。本当は、それってあれじゃないとかって、結構不思議な話。UFO もそうだし、結構、これもどうやったって UFO だっていうね、あれです。渡辺さん、私も猫の恩返し経験者です。視聴者の方にも。その話、ぜひ聞かせてください。そうですね。あと、さっきの彩雲の話ね、町田で彩雲出たの知ってる？あ、なんかウェザーニュースで出てた。あれちょっとすげえはっきりとね、色つけた、色がさ、ね、出た場所によってやばいの。いや、町田市だね。場所によってやばいよ。え、じゃ あの町田の人は彩雲って見えてあ、わかんない、都内でも見えたかもしれないけど、出てたら町田市って書いてある。俺のフェイスブック。でもさ、そんな空なんだからさ、どこの地域からでも見れるんじゃん。分かんないけど、まあ、あの条件が合えばね。ただ彩雲は、だから俺は注意しなきゃいけないなっていうのは、四川の大地震の前に、四川の大地震の前に、中国の前に、彩雲が出てるの。ここでじゃなくて、あの中国でね、実際ね、あの何日か前に、はいはい。で、彩雲っていうのは実際は本当は、縁起のいいものなんだけど、その雲の出方の並び方によってはね、まずいわけ。横に出ちゃうとまずいの。アークになってもいいの。アークだったら問題ないけど、まあ、直線とかに出ちゃうと、それ逆の意味になっちゃうね。で、まあ、でも地震雲のやばいのとか出てないし、俺自身がこの間の千葉の震度5とかも、まあ、地震、あ、なんか来そうだなと思ったけど、俺5、ま、あの震度5、以下は5から下の地震に関しては告知しないって言ってたじゃない、ね、それ以上の時は言うけど、それ以下の時はもう言わないようにしてるから、それ言わなかった。しかも俺が寝てる間に来たから全然知らなかった。4時47分、
ちょ結構揺れたらしいんだけど、俺もアトリエから帰ってきて薬でもいいか、うん、ひどいのが周りいいんだよ頑張ってるのね、それは認めるから私も文句は言わないけど、今はちょっと言わせてちょうだい。はい、どうぞ。なんかね、絶対3時とか4時とかに帰ってくるな、そこでやっぱ一回起こされるわけですよ、どうしても、起きたーって起きるわけじゃないけど、まあガタガタするか、ね、テレビとかつけちゃうんですよ、この人は4時に帰って。つけねえよ。つけたじゃん、何やってんの。まあ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 、それで、そうやって結局起こされるんですよ、で、その後この人はけーって昼ぐらいまで寝るけど、私は朝から仕事だからさ、もうそこで二度寝したらちょっとどうなのって感じだな、ちょっとそこはね、いろいろね、私だって頑張ってるよと言いたいね。地下旅履いて帰ってくる。地下旅って何だよ。じゃあそういうことじゃない、高校とつけるんですよ、ちょっと暗くしてくれればいいのに。帰ってきたらまずさ、猫のトイレ片付けんじゃん、で龍神さんの水借りるでしょ、で、やっぱ2、3時間ぐらい仕事するから、なんだかんだで結構カロリー消費してるから腹減るわけよ、ちょっとつまむじゃない、でそれでクイ君が起きてくるじゃん、でご飯あげるじゃない、そうなると、結構起きちゃうから、ちょっと起こさないようにしてんだけど、だから今はもうだってこの人もだって BJ 今度から6時からにしようとか言うわけよ、なんで言ったらもう8時には寝たいとか言われてもうこれ終わったら速攻で寝るつもりでいるわけ、で俺大体終わってから、昨日はちょっと絵乾かすから行かなかったけど、そう、まあ、今日も手首こんないけどもうしょうがないから行くけどさ、だから6時間ぐらい時差があるのこの人とは、だから同じ家に住んでるにもかかわらず、東京とどこぐらい、石田さんぐらい石田さんと違うね、石田さんとこと俺んとこぐらい時差があるのよ。なんか同じ家に住んでるけど、時計あの、なんだっけ、あれサッカー選手のあれみたいに両方に立てるときなるほど、そうそうそう、でね、トラさんなんだけどね、思った以上にね、ハイペースで進んでて、見せるの、見せない、それで町田に出たその最後は本当に話飛び上がるな、特に問題ないよね。いやーちょっと一応は警戒してた方がいいと思うけど、まあまあそこまで俺は心配してないけどね、ただまあ海外も含め揺れるよ、どっかりこれからは、もうだからもう普通に、ね、海外でマグニチュード7とか6とかはガンガン来ると思うし、日本ももうはっきり言うけど2024までの間に言ったけど、もっと早いかもしれない、それも覚悟しておいた方がいい、もうどうしようもない、日本、あとは俺人工地震説は違うなと思って、自然の方が強いなと思って、あっちこっちに飛びすぎてるから、それとまあでもそれと人工地震がもうちょっとクエスチョンマークなのは、やっぱ体で感じないんだ、本当にでかい地震来る前って俺も直感プラス、地震雲で、ね、見るから、もうなんて言うんだろう、本能的に、動物的本能じゃないけど、やばいなと思うわけ、てっちゃん、これもやばいなと思うわけ、だから、あれなんだね、これね、ヤコそっくりなヤコ、ドッペルゲンガー、コバちゃんが送ってきたら、まあ、注意しながら、まあ、注意しながら過ごしてください、あと一応、まあ、なんていうの、もう地震はもう、はっきり言って避けれません、もう天災はどうにもならない、だから来るときは来るで、もう箱も腹決める、その時どこに行くか、だから、でも、そうさ、311の時は、まあ、1週間ぐらい前に分かって、俺だって311どころじゃなくて、もう阪神・淡路もそうだし、中越もそうだし、南海トラフもそうだし、全部いい。で、311は人工地震説もあるじゃないですか、だから、311人工もあるよね、説もあるんだけど、そこも含めて起きる予感がバーッと来る。ただ311の前は、もう地震もバッチリ出たの。で、その日本に来る前に、俺は海外にも来るって言ったわけ、そしたらニュージーランドに来たじゃん、その時まだ俺は小倉さんと同じ事務所にいたから、小倉さんに地震来るよって言って、多分おそらくね、巨泉さんとか危ないんじゃないのって言ったわけよ、だから巨泉さんの店、ドッカンって潰れたわけ、
マジで。ニュージーランドにもあったんでしたっけ。ニュージーランドの地震で OK ショップ、はい、巨泉さんが経営してるところで、うん、巨泉さんはだから、ね、もう亡くなっちゃったからね、うん、あんま死因の悪口言いたくないけれども、うんうん、巨泉さんにお世話になったけどね、うん、その時小倉さんが言ったのは、うん、俺たちのね、うん、俺たちのワンワンは跳ねてね、うん、贅沢三昧してやがるからねだから店が潰れるんだって、ね、冗談で言ってたんだけど本当にね、あのそのでで、うん、ニュージーランドに来て、だからそれでも小倉さんが、うん、小倉さんは俺の地震予知は絶対に信じるわけよ、うん、なぜかっていうと、小倉さんが北海道に行った時に、うん、北海道のでっかい津波が来たって、あのマグニチュード8クラスの地震あったでしょ。なそうなんかそんなやつ、うん、でその時に小倉さん北海道その場所にいたわけよ。で俺もやばいなと思って、うん、小倉さんに電話かけて、うん、兄貴今北海道にいるんだよねって、うんうん、いつ帰るのって明日の朝帰るわって言うんだけど、うん、いやとにかくちょ俺の言うこと、ね、ちょっと聞いてくれるって言って、うん、でとにかくでかい地震来るから、うん、早めに帰ってくる、ね、明日の朝じゃ間に合わないから今日帰ってきてたわけ。でも飛行機取れるかなとか、とにかく飛行機取れなかったら電車でも何でもいいから、うん、とにかくその場離れろって俺、小倉さんに言ったわけよ。したら、じゃあ分かった、じゃあ少女に信用するから、うん、今から、ね、奥さんに電話かけて、うんね、帰るの早めるからって伝えて帰るわって、うんうんうん、帰ってきて、時に津波で小倉さんいた旅館が全部壊れちゃった。そうなの。それから小倉さんは俺の地震予知は絶対信用してくれるわけ。すげえじゃん。そりゃすごいね。これだから、まあなんつうんだろう、だから311の時は人口だったかもしれないけど、地震群まで出てたから、うんうん、で、あの南海トラフの時、南海トラフじゃない、あの、スマトラ、うん、スマトラ のあれも、もう大きい地震群ですよ、うん、でその時は俺もう首都直下だと思った、うん、だから俺、その時のあの俺のところにいた弟子のヒロってのがいたんだけど、うん、それと一緒に絶対来るから、うん、家にいた俺、まあ、その当時は音楽やってたからさ、うん、地下のスタジオが、うん、の月 の, あのマンション住んでたわけよ、うん、でここ絶対崩れたら生き埋めになって出れねえから、うん、やばいからっつって、うん、でちょうど俺のところ来てたからテント買ってきて、うん、近くの公園でテント買ってたやばいからって言ったら来たはいいんだけど、うん、日本じゃねえじゃないかと、海外からと思ってその時初めて俺海外で日本にの地震群でも海外に影響があるんだなっていうのが分かったわけ。ああ、つながってるからね。そう、あそういうことがあったわけよ、うん、で、まあ、その時もちょうど俺のね誕生日の12月26日にスマトラ沖が大津波やったでしょ、はい、その時は俺ももう海外教室も閉めて、うん、生徒さんたちも全部やばいからって地震来るからってって伝えて、ね、うん、で休んだわけ。そしたら日本じゃなくて向こうだったんだけど、本当に日本来なかったんだけどね。来なかった久しぶり。来なかった。来なかったんでね、あのビバップ の映画の版のビバップの新平役の子、見てくれた。なるほどね。はい、ということで、はい、地震には気をつけろっていうことですね。太田さん、右手ですね、あのオープニングで言いましたけど、あの絵の隠し切りで人体損傷プラス疲労骨折です。喧嘩それ今日おまわりさんにね突き狙われてた。おまわりいっぱいんだ今。だからさ、お父さんの言ってるのと一緒なんだからさ、なんていうの、事前にさ、ね、警告して、ね、警告してあれするのさ、犯罪者電信柱の陰に隠れてって、ね、分かったの、違反者を出てきたら入って、あの世界堂行ったの今日、うんうん、で結構すっごい今日土曜日で混んでて、はいはいはい、でもうどっか駐車場止めてご飯も食べて世界堂って思ったんだけど、うん、もうどこもすごい渋滞だったの、うんうん、じゃあもうとりあえず世界堂紙買うだけだからっつって、うんうん、ちょっと世界堂の横にハザード出して止めてたの、うんうん、で、この人が出てった瞬間、私は車の中残ってた、うん、もう速攻で自転車、あー、2台で、キンシキンシキンみたいな、なんか、あれが取るやつ、駐車違反係ね、うん、それが来て、なんかやって、でも私には全然1ミリも声かけない。あれ、ノックするんだよ。中に入ってんの、分かってんの。ノックするんだよ。これで、そう運転席にいなくても後ろで例えばドライバーさんが寝てる可能性があるじゃん、うん、ノックしてドライバー要は中に人がいないことを確認して
そっから始めるの。じゃあ何か私がいたから別に大丈夫なの。いたらあの注意をして、ここをこういう状況なのでどかしてくださいと、うん、まずそこから始まるの。だよね、うん、そしたらどかせばいいだけの話じゃない、簡単に言うと。そうだよね、うん、じゃあ私がいたのを分かってるにもかかわらず駐勤とかって来たらそれはおかしいと思う。それはおかしい、うんうん、だって移動できる人がいるんだから、うん、運転免許証持ってるじゃない、うん、で、切られたの。切られたの。切られてはいない、うん、切ったらこんなことしてるの。そうだね、こっちは切るのね。こっちギブスしてから強い。ギブス。生にいろいろ入れて、こんなトゲトゲの。ギブスしてから強いよ。かゆくなんだもんだからさ、さっきからこう爪楊枝じゃなくて、あの、メガネのあるとこでこうやって書いたりしてるんだけど、それでその駐車違反の。駐車違反。駐車違反。駐車違反。駐車を飲んじゃう。駐車違反は。どうなったの。なんか散々なんかうろうろうろ2台であって、うん、こんなんこんなんこんなんなんか通るみたいなして、うん、どうか行っちゃった。行っちゃったんだ、うん、何分か後に戻ってきてまたあれしたら切るとか。ああそういうことだね、うん、じゃあだって私がいたの分かってたと思うの向こうは。でも声も何もかけてこなかった。電話かけてきて、だから世界も混んだわけよ、うん、だからさ髪まあ龍二さんの髪がなくなっちゃったから買いに行ったんだけど、うんうんうん、なるほど、うん、じゃあ写真撮られただけであとはなかったのね。何も言われてない。これで後からなんか来たら怖いよね。後から絶対来ない。来る前にあの中勤でもなんかあれが来るもん。あとトラさん影響は痛み止め飲んで頑張ります。ロキソニン、まあ、最悪だから私が書くよ修復として。あ、お前さん、あの修復のやつ見た方がいいぞ、あの無理よ、無理よねの修復。あの 絵だけで10、ね、14くらいするんだよ、無理よって。俺も昔作ったことあるけど。あ、キリストのでしょ。宗教がね、キリストのやつね。それはさ、ね、持ってる人間もバカなんだよ。だから結局ね、絵の価値分かってないから。うん、素人に修復させてあんなになるに決まってんじゃない。いやでもあっちの絵の方が実は今有名っていう。あ、前のね、あの猿みたいなちょっと出てた。ああれと同じことだ。結局ね、聞いたらスペインって国は修復を専門家じゃなくてもできるらしいんだ、うん、誰でも素人でも。スペインに行こう。そういう法律がないらしいので。俺のトラさんもスペイン、はい、行くじゃない。もう完全なる、もう絶対にもう裏から開けれねえように、うん、全部もう完全な状態で送ってやろう。ギブスはめて、うん、マジで修復なんか絶対させねえ。アロンアルファはね、なんか傷口にいいみたいで。傷口はね、あのね、昔俺よく喧嘩してナイフで切られたりしたんだよ。ナイフ、ナイフとかね、カッターとか。俺はあのダンビラって言ったから、あのね、あの日本刀で背中切られたことあるから。昔本当は背中、アロンアルファさ、昔さ使ってたらさ、こうピッてくっついちゃってさ。あ、これね。あ、だ、あ、先生、鉛筆持てませんみたいな。もうつけちゃう。でも、医療のアロンアルファってあるんだよ。うん、みたい。痛くないんだって。二液性じゃなくて、うん、一液性で水みたいなやつをキュッとやると、ピシッとくっついて、水仕事とかするときに。あー、あれでしょ、逆向けやみたいなやつでしょ。うん。殺し菌でしょ。いや、よくわかんないけど、そんな話。水伴奏でしょ。うん、それはちょっとした切り傷ですよ。もう刀とかで切られちゃうとパックリ開いちゃうから。でも不思議だけど俺の背中ね、こう斜めにね、刀傷だったの、うん、こんぐらいの長さ、うん、だけど、うん、今ねよーく見ないと分かんないぐらい切れちゃった、スパッて切れてから。よーく見せてよ。んよーく見たら分かるの。見てよ、ね、あとね、いいね、あとだからビーバップの時に着替えたじゃん、うん、そしたら監督が、うん、正直な修羅場くぐってきたんだよとかやって着替えじゃん、うんね、スタッフがいるときにバーッと着替えんじゃん、うん、T シャツは、うん、次喧嘩のシーンだろうと思って着替えて、うんうん、これ着てくださいみたいな。たまたま監督が俺の背中見ちゃったわけ、うんうん、だからさ、これ着てさ正直背中見ちゃったんだけど、うん、どんだけ修羅場くぐってきたの君なんて言ってそう、ホモだったの。その監督、あの時ホモじゃねえ。だって今の感じ、本物っぽかったじゃんね。周りに聞かれないようにね、ね、あ、見ちゃいけないもの見ちゃったなみたいなさ、うん、なこと言われたわけ昔ね。私なんか見てるのよ、毎日毎日軽装体とかついてる。
低層帯でもね、俺ね、昔ね、あのね、まだ、まだ、まだ昔ね、俺ね、玉袋をね、切ったことがあるわけ、うん、玉袋解放切ったというか、あのタクシー乗っててね、タクシー乗ってて、タクシーのうんちゃんが、はい、ね、要は本職の車ね、うん、が割り込んできちゃって、うんうん、そこでクラクションバーって鳴らして降りてきたわけ、3人ぐらい、あ、本職が、はい、ほんで俺すごい警察官じゃなくて、違うああ、そっちの系のね、8、3、9、そうそうそう、それで、その時まあ俺も20代だったからね、うん、若くて、うん、で、もうイケイケだったから、うん、うんちゃんいいよ、その車いないよって言って、うん、お前らさ、って割り込んできたのさ、うん、ね、うん、お前らだからね、ね、うん、そういう、うん、で、ルール違反やめろって言ったわけよ、うん、ただうるせえクソガキみたいなこと言われて、うん、で、喧嘩だったわけよ、はい、で、蹴りが来た、蹴り来た時にバーって避けたんだけど、うん、俺の太ももに当たったわけ、うん、3人だから、うんうん、一気に来るからさ、うん、でちょっと呼びきんなくて、したら なんかさ、ピッて音がしたなと思ったわけよ、うん、その時はもうね、うん、もう喧嘩の最中だから、うん、とりあえず終わって、うん、ね、それで、うん、でタクシーの3コロリしたわけですね、そうそう、で、うん、タクシーのうんちゃんが、ね、うん、ありがとうございましたって、うん、タクシー料金いませんかって言ったらいいなって言ったんですよ、うん、家からなんかさ、うん、ズボンが濡れてるわけよ、あ、で黒いズボンだから分かんなかったわけ、なんか冷たいなと思って、うん、見たら真っ赤になってるわけよ、ええー、なと思って見たら女の子だったの、見たらパンツもびしょびしょになってるわけ、なんこれと思って見たら、こんぐらい裂けてるわけよ、タバコ袋が、そう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 、でやべえなと思って、どうしようかなってガムテープで止めたんだけど、ぐにゃぐにゃしてるからガムテープで止めるなよ、止まんないわけよなるほど、これだからしわしわだし、ね、そうだ、しょうがないから病院行ったのよ、さ、うん、結構おじいちゃんの先生がいてさ、うん、病院は何病院、ね、産婦人科、違う普通の外科、あ、外科ね、でしたら、いや、これあ、しゅんさん、しゅんさん、はい、しゅんさん、うん、どういうのさ、うん、たまたま当たったってやつなんですよ、たまたま当たったってやつそう玉袋切れ事件、それで、ね、たまたま当たったってやつなんですよ、したらね、その先生がね、しこれはちょっと珍しいからってね、ちょっと君、何々君、研修医たちみんな集めてなって研修医とかさ、女の子がいっぱいいるわけよ、10人ぐらい結構でかい病院だね、そこで来ちゃってみんな、うん、これは非常に珍しい案件だからよく見ときなさいって言って、人こんなね、あれしてんのに、リーバックルを見ちゃ捕まえてね、これはね、ちょっとね、局、要は急所だから麻酔は打てないから、うん、で万が一打っちゃうとね、うん、ね、麻酔が冷めなかったらインポになる可能性があるから、うん、麻酔は打てないんだよねなんて言ったって君3割ぐらいだから我慢できるかなって言っちゃってさ、こんな塗られちゃってさ、塗われてさ、そういっぱいさ、うん、さ、どうでもいい先生も来ちゃって、どうでもいい学校の先生とかみんな来ちゃってさ、家庭科の先生とかそれでね、ね、は、なんかね、恥をかいた記憶があるけどね、まあ、20代の頃だからね、30年ぐらい前の話だけど、でもそれなんて切れたの、かまいたち、じゃあ相手がね、蹴ってきたのをね、うん、こう避けたでしょ、うん、ただここに入っちゃったわけ、相手の蹴り足を、うん、こうパンって払ったわけ、払った時に、うん、ここに当たった時に玉がキュッてこう袋と一緒にこう、うん、ビッて切って、俺が足をこうやって避けたから、うん、ら一緒にビッて引っ張られて、うん、玉を袋をビッて引っ張られちゃって、うん、裂けちゃったわけ、なるほど、いや私もあるよ、本当に喧嘩じゃないよ、うん、玉袋、この人ね、あの玉袋じゃなくて、なんか教えをしてた の、うん、あの仕事ですね、はいはいはい、バレーのね、はい、バレーね、で足をやっぱりこう足をバンバンって上げる動きがあるじゃない、それを直そうと思って、うん、で直すとこでちょっと生徒さんのとこに行って、うん、ちょっと待ってねって、はい、こう足を、自分の足をこう開いて、はい、こうやって、うん、じゃあこういうふうにちょっとってやろうと思って直そうとした瞬間に、うん、なぜかその生徒さんが足をボワーって上げたんですよ、うん、で、またとまたの間にバーキンってヒットして、私のまたとまたの間、そうその痛みは、うん、あの普通男の人の痛みって分かんないんだけど、さすがにちょっと痛すぎて、うん、うわ痛い、いやそんなレベルじゃないってなって、うん、じゃあいや動けなくて、うん、さすがに生徒さんも、うん、いや勝手に足上げないでよって言ったのにも上げちゃったから、うん、そうなったんだけど、うん、あ、ごめんなさいって言ったんだけど、うん、こう、け、ないけど、みたいな、うん、そしたら、やっぱり切れてた、あ、そう、うん、切れやすいんじゃないの
で俺だからね、ビューもう撮影だけで100割ぐらいになってるのね。で今だったらもう絶対ダメなんだけど、うん、昔ね、ビューアップの撮影の監督ってね、うん、ね、あれはすごいね、もう二本さんってね、あの優作さんとかの全部立て師やってるね、二本さんって今も現役でやってるんだけど、その人とかの子さ、うん、あ、ひろし今日ね、グランカップだから怪我したら病院行きゃいいからなって言う、平気で言うわけよ。ほんで本ちゃんのつ、ね、壺とかでね、バーンとかってね、そのね、ね、いいから本番でこれ本ちゃんだけど、うん、多分切れないから大丈夫だよ、うんうん、よーいスタート、はい、ガシャバーン、ドーン、ガンドーン、バシー、ガンガンバーン、はい、カット、オッケー、はい、クランカップ、うん、はい、切れました、みたいな、ドーン、切れてた。そのまま病院。じゃあ映像には生血が入ってる。ああ、生血入ってる。口も俺13あるってか。そうなんだ、うん、すごいね。で今はそれやっちゃいけないのね。今は多分ダメだ、放送禁止、うん、俺が口入れた時はね、あのね、あの誰だっけ、あれってやったの、太郎ちゃん、違う、太郎じゃない太郎は最終回の2つ手前なの、ね、太郎ちゃん頑張ってるね。太郎ちゃん応援しに行くよ。太郎ちゃん応援しに行くけど、えらい、どう、厳しいかもしれないね。いや、でも必要よ、うん、小池だよ。小池はポテトチップスってあるよね。あとでも、私もう一個思い出した、はい、ムカつくこと、はい、俺にか、そう俺にか、俺にか、なんか、うん、こんな風に偉そうに喋ってるじゃんこの人、うん、でもご飯を食べに行くじゃん、はいはい、自分で超まずいものを注文するのよ。自分で超まずいものを注文する。この間はくら寿司に行って、うなぎの肝軍艦をこの人頼んだわけ。うなぎの肝？肝軍艦の軍艦になってるの。あったからちょっと頼んでみたら、ね、美味しそうじゃん。そうしたら自分で頼んで食べたら、うん、ゲッマジって言うわけよ、うん、はい食べてってこう来るんだよ。おかしくないですか。普通おかしくないよ。おい、おかしくないおかしくない、おかしくない。まずいものはやっぱ食った方がいいじゃん。そうじゃない、普通美味しいからぜひ食べてってこうなるでしょ、うん、それもありだけど、まずくてちょっとこうすっげえまずい食ってみってなるよね。まずさの共有ね。なるよ、お子さん。俺例えば食ってこうまずちょっと食ってみってなるよ、うん、まあまあね、松さんの共有はあるかもしれない。絶対なる、うん、ほんとまずいねっていうのが、なんでこんなうまいものがまずいのって話になる。くら寿司はね、ビックラポンっていうのがあるのよ、うん、お皿5枚入れたらね、ガチャガチャができるってね。それのせいで、うん、ついね、うん、腹いっぱいなのに、うん、例えば13皿で ね、うん、ねやめとけばいいけど、あと2皿やればもう1回できるんだよ、うん、さ、しかもその時2回外れてたわけ、うん、ね、あるな、負けたまま、ね、ガチャガチャでも負けたまま細かいのよ、尺じゃない。だからさ、3回目ぐらい当たるだろうと思ってさ、うん、で、あと2つあるからさ、うん、皆さん、この方は自分のことしか常日頃から考えております。それが長生きの秘訣です。長生きの秘訣だね、うん、ひどいですってないみたいな。ほら、ひどいって言われてる。ひどくない、まずいものは共有するんだよ、それはとか、あとなんか自分があれして、私がなんかもうご飯を食べ終わって、うん、ちょっとデザートで甘いものを食べよう、うん、食べてる最中に無理やり、うん、はい食べてって口に入れるんですよ。だからもうチョコレートとなんかおかずのハーモニーとなって口の中に完了形にしてるのに。じゃあその時はデザートって知らなかったのよ。まあ本当自己中なの。なるほどね。いいじゃんそんなの。いい、マジさんの共有ビックラポンの記事でね読みましたってこれ言ってんじゃん。最悪だよね。誰かこの人に罰マークをいっぱいつけてください。つけなくていい、つけてください。いいねマークいっぱいつけてください。ひどいねマークつけてください。ひどいねマークお願いします。ヤコさんが何か言いたいことがあるでしょ。笑いのマーク来たよ、ほら。んこれだって、ヤコの、そうそう、ドッペルゲンガー、あのね、ドッペルゲンガー、2020年の、うん、6月23日の昼なんです、うん、あ、なんか昼なんですに、コバちゃんってね、あのフェイスブックの友達のね、うん、ね、小林くんっていうのがいるんだけど、うん、それが、うん、ね、ヤコさんバスで熱唱してましたかとかメールが来たわけよ。何のことか分かんなくて、バスで熱唱はしてる、ね、観光バスってこと、バスで熱唱してましたかって、いきなし何の前後もなくてね、うん、来たから、いやバスでは熱唱してないと思うよって言ったら、いや、ヤコさんそっくりな人がバスで熱唱してたんで、うん、もうヤコさんだと思った、ヤコさんだと思いましたなって言ってね、
でそんな似てるんって言ったら、いや、どう見たってヤコさんにしか見えませんってわけよ。ほんで、その動画送ってきたら本当にヤコそっくりなのよ。ん？見えてる、私下手くそ。動画あったんだけど、動画消えて、なんか、見えなくなっちゃったんだけど、ね、リンク貼らなくなった？いや、リンク、なんか、すごい削除されたんだけど、うん、実は見たよ、それ見たでしょ、そっくりでしょ、うん、そっくりだったね、うん、いるんだね、やっぱね。これ、なんか新潟のヤングガールです。なんか、コロナ禍でお客さんが来ないから、その新潟の観光バス会社が、あのバスの中で、あのカラオケやってくださいって、そういうイベントがあって、それの、ね、紹介がしてね、うんうん、それのアピールの紹介があった。見たら、ね、うん、そっくりなわけよ、うん、確かに言ってた。で、ヤバに見せたら爆笑してんの。なんか髪型とか上から見たこのそっくりだね、うん、服が出てるからでしょ。いや、髪型もそっくりだし、髪型も服も似てたし、声とかもなんとなく似てたし、だ顔が似るとね、声も似るのよ、うん、似るっていうね。でもね、俺ね、石田さんのね、うん、歌い方すんげえ特徴あるからね、最近ね、絵描きながらね、石田さんの歌真似しながら絵描いてる。ありがとうございます。私の隠し事として、誰か新潟でこの子見つけたら情報ください。でも会いたくない？そういう子いたら。会ったら死んじゃうんじゃない？俺もそっくりな子、そっくりな人に会いたいんだよ。俺、要潤が出てきた時に、うちの事務所の社長が、長男が最近 CM とかって頑張ってるんだけど、CM なんかやってないよって。また自分の話の中で。要ね。要最初昔はね、細かったから似てるけど、今は似ても似かないわよ。要は、じゃあ、あれ俺降りたら、俺が降りた仮面ライダーの後釜で入ったから。あ、そうなんだ。そう、だから俺に似た子をオーディションで探してた。なるほどね。向こうのはもう全然嬉しかったけどね。うん、そうなんですよ、結局ね、うん、いや今からもうサイババの髪を切るしかないよね。だからもうコロナのあれでもう髪の毛も切れなくてさ。コロナじゃない、じゃあ私が切ってあげるし。いやだって。じゃあいい、寝てる間に切る。怖い。でもね、髪の毛ってね、あのね、アンテナの役割するからね、直感とか鋭くなるの、すっごい長いし。怖いよ、昨日だってさ、お風呂行ったじゃん。はい、銭湯行ったじゃん。うん、だからなんか貞子みたいな人がこんなになって、こうドライヤーガーッとかあってんだけど、もう見てて怖いし、下には毛がブワーッとか落ちてるし、もう、あーって感じ。もうやっぱ見てて、さやわかな方がいいわよ。さやわか。さやわ。さやわか。さやわか。いいな、新しい辞書だよ。ピルちゃん帰ってきたから、ね、みんなに報告しなさい。どうしたの？ピルちゃんの魂抜けちゃったって言ったら足りないよ。帰ってきてっていうメールが来てて。帰ってないの？ピルがね、フェイスブックね、うん、ピルがね、うん、もうパーってしてね、うん、もう目白目向いてね、なんで爆睡してる写真が。ああ、爆睡してるのね。ああ、なるほど。そうそうそう。だから、ね、うん、まだ10分ですよ、今日10分返して。いいよ、もう終わりにすれば。石田さん、はい、今日魚釣れたんですか？さっきボラの話してたじゃん。ボラ、昨日ね、うん、アフリカのサハラ砂漠から、うん、砂ぼこりが舞い上がったのは、サハラ砂漠。あ、サハラ砂漠はどういうことか。今日の朝はなんかちょっとこうくすんだような感じで、少し朝日が見えたんだけど、もう今日は全く見えない。あ、そう、うん、もうやっぱ影響あんだ。うん、その一面なんかこう、あのくすんだ感じ。日本で言えば黄砂みたいなやつだよね。そうそう、日本から来る黄砂がサハラから砂漠から来てるんだとか言って。すごいね。あ、だから海岸は人いなかったですよ、ほとんど。あ、そう、やっぱり影響だね。サハラ砂漠コロナの方はどうですか、うん、石田さんの方。クルタはね、ちょっと第二波が来てかなり広まってます。増えてる。うん、増えてる。うん、やっぱりね、東京も増えてるからね。まあしょうがないな。まあ第二波来るよ。あ、そう。あと、
コロちゃんでちょっとこう人間の進化を促してるんじゃないですか。ああなるほどね、うん、やっぱ共同体ね、パラダイムシフトだね。ちょっとやっぱり時代が変わってきてるっていう感じがしますよね、うん、これをきっかけに大きく変わるような気がしますね。そうですね、うん、石田さん明日もよろしくお願いしますね。はい、明日の企画が企画に、うん、でね、起きてもしあれだったらね、質問かなんかね、ズームで受け付けますんで、うん、本当によろしくお願いします。協力お願いしますね、ビームじゃなくてズームね、はい、うん、ということで翔さん返しますよ。翔さん、はい、はい、了解です。はい、お父さん何かあるよ。僕は明日ヒカルランドにはいます。行くの、うん、場所に、場所に、あのね、磯部さんにね、ちょっとね、コンピューター協力してもらいますので、ね、よろしくお願いします。ギャラは、ギャラ、ギャラはタクちゃんのセッパン、そう、ギャラはないけどね、10倍返し、申し訳ないけどギャラないの。どうした、シリュウ、はい、じゃあ、なんかあります。何、松坂君は来週来るかな。来週見てないじゃん。見てない、松坂見てない、当分見てない。松坂この間電話しゃべったけどね、うん、ちょっと難しいって怪我のあれでね、あ、いろいろある、いろいろある。だから7月の半ばぐらいになったらまた来るって。いや俺前回の時に雷が下から上にバーっていったっていう話だったでしょ、うん、あれをもう一度聞きたいの。それこの間俺ね、うん、アトリエで絵描きながら喋ったけどね、うん、不思議じゃん。か 音の後に普通雷になるじゃん、うん、光ってから音が鳴ったぞ、うん、そうだからその現象をねちょっと聞きたいなと思って、はい、うん、ドッペルゲン、はい、ドッペルゲンガーの話ね。ドッペルゲンでもあるよ、俺もだから本当にね、昨日少女もどこどこにいただろうっていないわけよ。だけど服装とか全部言ったらさ、うん、確かに俺その服装してるわけ、うん、でもその時間は別なとこにいたわけよ、うん、結構ね、そういったらあって、うんうん、あとその逆でうちの弟と会って声かけてるのに全く無視されて、うん、何無視したんだよって言ったら、うん、その時はその場所にいなかった、うんうん、だけど間違いなくうちの弟の、うんうん、どうやっても見間違いない。面白いね、わけわかんない。じゃあさ、この BJ チャンネルで新潟のヤコを探そう、うん、情報お待ちしてます。あれ何チャンネル、昼なんです、昼なんです、昼なんですって6じゃないね、昼なんですって何チャンネル、何チャンネル、4、俺あんまよく見ないのわかんないんだよね。昼なんですに出てたバスのヤコの隠し子、情報ください、うん、テレビ会社に言えばすぐサクッと分かっちゃうんじゃないの。教えないでしょ、個人情報は。個人情報は教えないよ、教えないよ。あとはだから、あ、じゃあリークっていうか知ってる人からのたまたまなんか、そうそう、まあ、なんかを見て情報があれしてFacebook でつながって私ですとか言ってくれたら、はい、面白いね、うん、だから呼んじゃおうそっくりさんを探せ。でも磯部さんのそっくりさんはカルロス・ゴーン、何やってるカルロス・ゴーン、カルロス・ゴーンと全然違うと思うけど、ゴーンでもこうしたらそっくりだ、今やばかった。いやいや、でもねラーメン屋の店主に似てるって言われたことある、とある、とある。でもカルロス・ゴーンのメイクとかしたらどうかな、ことなんだね、ゴーン、だからゴーンになれるよ。いや、そういえばゴーンどうしたの、ゴーンは自分が、ゴーンはだから実は亡命してなくて、日本に行ってたね、オイルをちまちま売りながら、その悪いのは電池もなんだよ、ちまちま、まあそんなとこですかね、うん、情報あるといいですね、ちょっとお願いします。あとね、18日にね、まだもうちょっと先だけど18日にはトラさん生放送で公開しますので。ああ、そっかそっか。うん。治るといいけどね。治る。治らなかった場合はトラさんは封印して修復がになります。18の土曜日。だからもし生で見たい人がいたらうちに来れば
その日はこあの公開放送すると仕事があったんで、で下でね八八もね招集かけてあれですね、あとボロロンやちょこいって、うん、石田さんはこれじゃないか、石田さんズーム、え石田さんで今はフロリダ、石田さん7月の20日は日本に来ないの、うーん7月あたりはチャンスがあると思うけど、うん、ちょっと今のところね、まだ厳しいですよ今、だってあれそう監禁されたの、防護服とか着てたの、監禁されちゃうのか、2週間監禁だったよ、この前みたいなでしょ、ね、うん、内科で一応検査されて、うん、検査して隔離するとかいう状況だけどね、2週間だもんね、どこもその間出られないでしょ、ダメダメ、うん、もうバカな時間だよね、そうそうそう、ダメダメ、うん、まあ用事があるときはしょうがないけどね、矢沢駅とかは30号とか20号ってでかかったけど、うん、寅さんはね、うん、あえて8号ちっちゃい、うん、あれ美術館とかに入れるってみんなクソでかいじゃん、100号とか200号とか平気で入れんじゃん、うん、でかきゃいいってもんじゃねっていうのをね知らしめてやろうと思ってあえてちっちゃくしたの、これぐらい、それで10、それがちっちゃい、これもちっちゃいの、ちっちゃい、あちっちゃいけど存在感すごいです、 A4 ぐらい、 A4 じゃないけど、まあ額に入れても、この額もいい額買ったやん、しょうがない、おなるほど、パッケが買いましたよ、おいくら、うん、30万くらい、そこまでしないけど結構高い、本ちゃんの世界堂さんで、世界堂じゃない、違う、本ちゃんの、あのプロ用の額、専門店があるからそこでちょっと、ローン事件は日本、うん、ゴーンは日本の水道をフランスに売ったと、ルノーを日産に返してもらったのバーター取引のお店だってさ、何ゴーンは何、日本の水道をフランスに売ったんですか、お父さん、ああ、なんだっけ、麻生太郎さんの娘が忘れちゃったな、そうフランスの企業、うん、水道それ溶けるよ、うん、血だらけになるよ、なんか日産の車の売れ行きってあまり良くないんだよね、今もうね、俺国産車乗らないから、この前初めて新車が出たとこって何年ぶりとか、うん、えなんで半貫買ってないよ、俺国産車乗らない、国産車も散々乗ったけど、どう、俺はもう国産車壊れねえぞ、壊れないよ、うん、トヨタだな、俺はホンダだな、俺はホンダ、俺も日本車はホンダ好き、でも車はね、もう俺車は唯一の趣味だから、今うちはスズキだよ、スズキもいいね、あれスズキ、うん、嘘だね、ダイハツ、スペーシア、スペーシアスズキか、ダイハツもいいね、ベンツもいいよ、でもいいよ、ベンツは高いね、ベンツでもこの最近なんかね、時々ね、ちょっと若干怖い、ベンツの話はいいからお父さん、はい、そんな感じで、あとね、って言うんだからもう話すことないんです、ベオリアフランスの企業、さあ帰ろう、お茶パン寝よ、はい、じゃあという、あもう聞いたらじゃないキアン登場、キアン登場、キューちゃん最近悪いよ、キューちゃん大きくなっちゃって、ゆうちゃんも大きくなったってね、この子はね、ちょっと変わってるね、ゆうちゃんお肉さんね、うるさい、かわいいね、でもね、いや、ひどいの、この人ね、最低の男なんだよ、キッチンキュウイねとかやってるでしょ、そしたらもう一緒に寝なくなってんの、暑いから、うん、キュウは嫌い、もう最悪とか言ってもうなんか外に出すとか言うの、そういう男ですよ、この人、外に出すとね、ね、キュウちゃんか、はい、そうだね、本当に猫かぶりだよ、こいつは、こいつ猫ほど可愛い動物いないもん、こいつの本性をみんな 見定めましょう、こいつってどっちの方行ってるの、こっちゴンって何、あれ何、今逮捕状とか出てるの、ヒッ出てるでしょ、騙されないな、検索金は
懸賞金はどうなんだろうね。大福できない。千葉にいますよ、千葉。行く、どんなの行くんじゃないの。いや、来ないでしょ、どう見ても。DNA 鑑定したら一致したんだよ、どうするか。はい、ということで。はい、というわけで、BJ チャンネルボリューム127。はい。はここら辺で切り抜いて終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。また来週128でお会いしましょう。はい、はい、スタッフさんよろしくね。はい。お疲れ様でした。また来週。ありがとうございます。トリさん、さよなら。はい、さよなら。お疲れ様です。はい。はい、ありがとうございます。一回切ります。ボケてる、ボケてる。ボケてるね。なんでだろう。白黒がはっきりしない。来た来た。キューちゃん来た。キューちゃん来ました。キューです。浜松のキューです。重い豚。はい、ありがとうございました。完了。